アガスティン、パトリック・ムリーヨ・ピネダは、メキシコ合衆国バハカリフォルニア州、ティフアナ出身のプロ野球選手、ウト右ミギウチ、メキシカンリーグのモンテレイ・サルタンズ所属、東北楽天ゴールデン・イーグルス時代は、アガスティン・ムリーロと表記されていた。2002年、アリゾナダイヤモンドバックスと契約。2007年にメキシカンリーグのチワワゴールデンズに、レンタル移籍。2008年は、 メキシカンリーグのモンテレー・サルタンズにレンタル移籍。2009年は3月に第2回 WBC のメキシコ代表に選出された。またダイヤモンドバックス参加に戻りトリプル A 級リの A シズでプレーするも11月9日に FA となった。2010年3月16日にモンテレー・サルタンズと契約。2014年東北楽天ゴールデン・イーグルスの周期キャンプに参加し、 入団テストを受けたが、入団には至らなかった。2015年7月31日、東北楽天ゴールデンイーグルスとの契約合意が発表された。9月13日に一軍に初昇格し、9試合に出場して打率。313、0本類打、1打点の成績を残したが、翌年の構想から外れ、10月31日に、球団から退団が発表された。 2016年3月11日に第4回 WBC 予選のメキシコ代表に選出されたことが発表され、2大会ぶり2度目の選出を果たした。同大会ではメキシコ代表は本選出場を決めている。2016年4月1日にフルス、サルダンズに復帰した。オフの10月18日にサムライジャパン野球オランダ代表野球メキシコ。 代表強化試合のメキシコ代表に選出された。2021年4月19日にレオンブラボーズにレンタル移籍したが、6月27日にサルタンズに復帰した。打撃では1球眼に優れる中、長距離打者タイプ。守備では三塁を本職に、内野全ポジションと外野をこなすユーティリティ性を持っている。全力プレーを心情としており、楽天入団後は、 一生懸命ユニフォームを汚すような熱いプレーが持ち味。勢いを持ってきたいと意気込んでいる。アガスティン・ムリーロに関するカテゴリー。ありがとうございます。